一発屋江戸はるみの現在がヤバすぎる。江戸はるみさんが慶応大学の修士課程を修了し、ネットで注目が再び集まる。17歳で女優デビューし、現役で明治大学文学部に合格する秀才。40歳の時にふつふつと湧き上がるお笑いへの情熱に耐えられなくなり、吉本興業の NSC に入所。同期からおいババアと罵倒されても、あら、そんなこと言っておこちゃまね、おっぱい飲みたいのと切り返し笑いに変えた。同期にはパンサースリムクラブハリセンボンがいる。 NSC を主席で卒業した江戸はるみさんは、エンタの神様などテレビ番組で大ブレイク。テレビの人気者になるが、52歳の時にテレビを引退。慶応大学修士課程に入学し、社会問題をテーマにしたカードゲームシンパサイズを開発。2022年にグッドデザイン賞を受賞し、現在筑波大の博士課程で研究を進めている。何歳でも挑戦してもいい、江戸はるみさんは訴え続けている。